西武の真の暗黒で打線を組んでみた。1番ビジターで先制されると0勝、2番3回終了ビハインドで勝率 0-2-0、 3番4月で5球団にサヨナラ負け、4番ロッテ戦15連敗、5番エース高橋が0勝10敗、6番中日オリックス以外全てに負け越し、7番5ヶ月連続7連敗、8番4連勝以上なし、9番7月連勝なし。逆にオリックスはやばいだろ、暗黒の短距離界の王者だろ、4連勝は難易度高いな、さすがに4番の暗黒ぶりが強すぎる、これ超えるエピソードないやろ WW、 エースなのか。それでも0勝10敗はほんまにえぐいて、先制されると0勝って面白すぎるわ。金田にこの違反玉だからそりゃ打線は無理なんよ。西武はまだええって、これの中日バージョンも見てみたいわ。なんで京セラでハムを3立てできるチームが西武に勝てないの。この打線強すぎるわ、令和の山賊打線やろ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。